やる企画は、でけ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 。でん、うん、目が。五分でメイクができるのか、五分メイクチャレンジ。夜ご飯は食べてないよ。トン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 。まあ、今日は、ちょっと練習をしていたので。あの、すっぴんなんですよ。 5分でメイクはできるのかまあ中坂の基本メイク時間40分とか長いと40分とかでいやーかわいいねんがまあでも一番短い時は SK に入ってから全然20分でして20分じゃない5分でしてた頃もありましたのであの頑張って5分でメイクをしたいと思います やっぱこっちの眉毛が生えてこなくなっちゃった悲しい <laughs> はい眉毛ですそれではうーんとうーんとりあえず使う化粧品を決めようまあ粉は絶対いるうーんこれもしたいよね保湿はうーんこれは諦めますあでもどっちにしようかな こっち諦めます。で、こっちを使います。こんだけあれば、まあ、コンシーラーとかは、かごどにかなる。いやこっちの眉毛めっちゃ綺麗なのにさ、なんでこっちの眉毛こんなブッサーってなってんの悲しい。困っちゃう。で、使うアイシャドウはじゃこれにします。ロマンド。今日リレッスン上からの配信かと思ったよ。 2時間で仕上げてきたもでこう気してくれはましたここあめっちゃハげてるの感動しません皆さんそう中坂もちょっとあの下を向いた時にえ「え中坂はげてね」って思った方はあの中坂も気にしてるのであまりコメントしないようにお願いします <laughs> 気にしてるんかーいでキラ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 もできたらいいかなみたいな <laughs> 人に「はげ」って言うとねなっちゃうんですよ皆さんも気をつけてください いや本当にびっくりしましたやばくないですかはげてるのか分け目なのかいやでも絶対はげてますよねやばいよね <laughs> 明日朝配信朝だね多分無理なんだけど起きれない起きれないあと何がいるアイシャドウしたらあビューラーは入れるよねでマスカラマスカラアイラインはいつも引かないんで引けません 待待って待っててめっちゃ寒い,寒いじゃんめっちゃ鼻がマスカラ鼻がかゆいよでチークとリップ使い化粧品はこんだけでいいと思うのでやっていきたいと思いますそれ <laughs> では いきます。五分はちゃんと自分の時計で測ります。でもう五分あれば賞味いけそう。こだわらなければね、いけそうですね。 携帯が重たいのでね、もう少々お待ちください。ここがやばいの今。来た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 。じゃあ五分測っていきます。よーい。待ってください。ちょっと。 良いスタートのお下からこっちに切り替える時間がもったいないので5分二秒間にしますダメだアプリが動きません私は悲しいですでこっち絶えじゃないですね中さんこんばんはこんばんは 5分2秒間違えた間違えたいきますよーい待ってくださいよよーいスタートじゃいってきますまあでも落ち着いた方がいいと思うはい次 では <laughs>、ね、これを塗りますでもこちらもいつもと同様に塗っていくんですけど、はい、はいはいはいそれでは次粉をまぶしていきます なんかねベタベタな感じが嫌なのだから粉を絶対しないと私はね生きていけません <laughs> 目が気になるでなんか入ってんだけど。 はい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 、はい、次アイシャドウアイシャドウしますアイシャドウあブラシを出すの忘れちゃったブラシなしでいけるよ はい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 アイシャドウ完成ビュレールをします <laughs> 意外とアイシャドウがうまくいってて感動してますはい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 、はい、マスカラをします 明日から完了。下まつげはまばたきしてると簡単につくと思うので涙袋のキラキラをしていきます。手が震える。はいはいはい。次チーク。はい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 。 はい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 終了はい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 1分27秒残しこれは半分半粒秒くらいですね 長坂は頑張れば三分三十秒でメイクができるということが分かった。でも磨いてても変わらなくないですか？走ったところがなんか別にスリルもこしで変わるようなところじゃないので。 一旦鏡で見てみる毎生徒意外とね指でやった割にはできてるリップがピンクですけどつけすぎたまあでも完成ですはいということで まあ次は3分ででメイクできるかチャレンジしたいと思いいます <laughs> まあいつもアイシャドウが薄いけどまあまあまあいい,い,いかなみたいなあ分かったここに入れてないからアイシャドウいつもここに入れるんですけどここに今日入れてないからんかいつもすごいゴーって目がでかくなるんですよ 悔しいけど可愛いような気がするありがとう悔しがらなくたっていいんだよこれをね今買いたすぎて買いたすぎて買いたい、はい「ジッパーが好きだから明日ゆうゆうももった中坂の可能性の低いジッパー着たい」 年齢的にちょっと考えがたいですけども期待しててくださいいやもうね明日のね明日のね練習してきたんですよでも,もう一人で MC も通してきたから一 <laughs> 人で MC も通すってどういうことって感じなんですけど、まあ、そういうことですね,ねえ誰かハゲの直し方教えてください切実 ひまかじまのおすすめスポットはないあんまり覚えてないんですけどもうタコのタコ飯が死ぬほどうまいもうね飛び上がりますよ本当に美味しいひまかじまのタコ飯がやばいんですよ超うまい だからめし食べてくださいぜひタふうふうふ,うふ,うふう <laughs> 先生に <laughs> ブランコ乗ったブランコは覚えてないけどアスレチックしたし潮干狩りみたいなタニシだけどタニシをあのー、取りました <laughs> 響だけだがほんとにねタコ飯うまいんだよね大志は食べないけど恋人ブランコだってすごいでもねタコ飯しか勝たん 本当に感動したんです中坂はなんか今までそんなにタコが好きじゃなくてなんかタコタコって思いながら食べてえタコしか勝たんくねみたいになりましたタコの刺身も美味しいと思うけど食べたことないので何とも言えません「タコとフグの島」って書いてあるからフグも美味しそうですよフグの刺身好き。 イカ飯よりたこめしが好きいかめし食べたことないかもしれない <laughs> なんか基本的に王道を食べたことがないわかりましたありがとう <laughs> そうなんかお弁当が出たんですよ私の時はたこめしのお弁当みたいな超美味しかったですね 贅沢のジェイシーだイカメシもじゃあ今度食べますみゆの好きな食べ物はうん。何が好きかな最近ハマってる魚料理は鯛飯です <laughs> 飯が好きすぎる件について 海類は食べられませんあさりとしじみとホタテしか食べられませんサザエとアワビとかあと何があるか覚えて僕かきとか食べたことないけど多分食べれない日向島じゃないけど四国も美味しいタコ飯がある四国行ったことないんですよね行ってみたい私日本全国行ってみたいのでもし行く時になったら あの是非ねそのご当地のおすすめを教えてください肝が嫌い肝っていうかなんか食感無理なんですよなんか貝柱が無理なんですよホタテは何で食べれるのかわかんないけどホタテって貝柱でしょ違うかもしんないけどなんか貝柱無理コリコリみたいな。 カレーの乗ったごはん、でもカレーの乗ったご飯はんを今日の夜ごはんかもしれない件について。四国は言えるのもちろん言えますよ。香川県、徳島県、高知県、愛媛県です。鯛めしだったら愛媛、レッツゴー愛媛なんですね。なるほど、なるほど。カキは、カキはちょっと食べてみたいですよ。 なんでカキが食べてみたいかっていうとカキって海のミルクっていうじゃないですかだから食べてみたいなんかミルクっていう言葉に惹かれますね <laughs> 徳島は徳島に行ったら魚が食べたいです。 森のミルクは分かんないけど森のバターなら分かりますアボカドでしょ <laughs> 海のおうちやまぼじんまあ間違いではないバリーさんはバリーさんって鳥みたいなやつですよね <laughs> 鳥みたいなやつっていうねどこだろうね鳥取みたいな 徳島はラーメンもいけませんラーメン食べたい鼻がむずむず今治かな今治って読むかわかんない愛媛おあ 今治のバリーさんとか愛知県のごあれ知ってますかゆるキャラ目は会ったことありますよ多分ね多分ちょっと一旦調べます リュピあっですね。中坂がゆるキャラセツあでも岡左衛門もゆるキャラらしいです森蔵とキッコロは万博ですね <laughs> 今治って何が有名かしてるタオルタオル <laughs> えなんかみえが知ってるあの愛知県のキャラクターはあの八丸って言うんですけど八丸くんみたいなあの調べてくださいぜひ。 殿様みたいな名古屋城のキャラクターみたいな感じのやつなんですけどあの八丸くんが名古屋と一緒にできたみたいな,なんか1610年生まれなんですけどあのキャラクターいっぱいいるんです八丸くんってなんか城みたいなのと亀みたいなのと星みたいなの。 あのなので皆さんはじまるく君をよろしくお願いします。 ちょんまげが長いちょんまげ長くてちょっと全米侍みたいな <laughs> なんですけどほ本当に会ったことあるんですよ <laughs> なんで「はちまる」って名前なのわかんない <laughs> ちょっとそれはわからない ちょまげなんか懐かしい聞いたことある目がなんかさ最近すごい切実に思うんですけど目が大きくなりたいなんか可愛い気がするの気のせいか、ね、気のせいですかね 名古屋が八に関してうんたら？名古屋は八名古屋のやとかですか？はじまる由来はじまるくんの由来 うーんと書いてないですね。あと中目にダナモっていう亀とエリエビザベエリザベスっていうあの名古屋城の壁みたいなのとカナエチって星がいます。すごくね 師匠 <laughs> 師匠だって師匠そうエビザベースくんはあのエビフライが頭に乗ってるんですよそこが可愛い,いんだよなということで39分なんですけど今。 <laughs> その読み方じゃ師匠どう師匠 <laughs> 師匠じゃないのわかんないですおバカです7の段は言います一 <laughs> 日は24時間です今日すごい自分が黒いからさっち白飛びしちゃうの後ろが今週のスパ見ました見ましたえなちゃんのえなちゃんでしたえなちゃんでした えなちゃんがおふ呂掃除をしてるやつでなんかちょっと思うんですけどあのなんかみんな可愛くないですか <laughs> えっみんななんか可愛いのででも次呼ばれる時は可愛い可愛いのがいいです <laughs> いや別に可愛い可愛くなかったわけじゃないんですけどなんか可愛いいのがいいです <laughs>。 可愛いのがいいいいのがななって思いました切実ではない中坂らしいって中坂らしいから別に中坂らしいのもいいんですけどぜひ次も可愛いのもいのがいいなと思いますなんですかみんななんかさチョコ作りとかそのあるじゃないですかお風呂掃除とか可愛いじゃないですか中坂はなん,かなんかフリスビーだったんですけど <laughs> <laughs> いやねいやもうちょっとなんか何か咲さ,さんにあの色気は出ないやろ <laughs> な中ちゃんもフルステー,ーがかいいそういう意味じゃなくてなん,かなんかさ衣装がちょっとスポーティーだったのでもうちょっと可愛いのも着てみたいなって思いました以上なんてんか,かつていましたかあんな真緑のさガチスポーツ いやまあい,るいないかいるかって言われたらさそれはいるかもしれないけど <laughs> やばい急に鼻が中坂家は古そうですね間違いないなんかさもう靴までガッチサッカーでさびっくりしました。 これ持ってたなみたいな元気娘だからみゆちゃんの良さを引き出したと思ってるもうちょうど楽しかったです選択 <laughs> してるんだけさかさんお願いします選択で汗かきますかね <laughs> 確かにみゆの特色は出てましたね すごくないですかあの衣装に似合うのマジ中坂しかいないと思ってる <laughs> 洗濯物干すの得意得意ですねあのー、今まではジャンプして干してたんですけどジャンプして干してたとかクソ可愛くね <laughs> あのー、でもも今はもう ひいみたいにかけれるようになっちゃった <laughs> なぐちゃんんしかんあ、今日は掃除のほうきほうきを中坂がゲットしたので。 もうね私はちょっと明日頑張りたいことがあって何かと何とはちょっと言えないんですけど何とはってかまあ普通にユニットのやつは頑張りたいんですけどちょっと明日学校であることがあっても終わってから言うんですけどそれん頑張りたいのでぜひエールをくださいゲットだぜリスビアじゃめっちゃなんかえ めっちゃうまいねって言われたんですけどなんか最後の方は下手くそでした頑張ってファイトありがとうございますユニットめちゃくちゃ楽しみである楽しみにしててください中坂さんはもう覚えましたいや,いやもう覚えましたって忘れ覚えてなかった問題ですけどもまあヒントはそうですねどうですかね 屋台で見れないポンポンポン,パン今から DMM 最善はちょっと眠いです屋台で見れないのがピエンみんなピエンじゃないかここいちここいちかなここ一発ああってなりますかえめっちゃなってほしいなって思ってます

あ、はーなー、明日。明日、上手にいるので、レスください。で、サイリウム振ってください。<laughs> お腹は。ん、出しません。素子です。リアタイで見ます。ええ、ありがとう。 髪型決まってなくてまあ、ちょっとなんかしたい髪型があるんですけど多分できないんで <laughs> 悩んでますあとは何があ,そうあとアメブロのダンス動画の,あのリクエストお待ちしてます <laughs> あとは あとはもう一個募集したいことがあってもう一個募集したいことは何かというとあのー、何が何を募集したいかと言いますと何だっけなんだっけなんだっけ,なんだっけ あそう,そうそう思い出したあのー、私の公式の公式じゃないです私のメールを私のメールを取ってくださってる方限定なんですけどお休みメールのテーマを募集したいと思います <laughs> あのー、マジでもうねなな何ループ目みたいなさなんかさ一つの絵だけ多分5回くらい出てるやつもあるんじゃないかみたいなところあるので。 テーマ例えば食べ物、まあ、食べ物やったし動物もやったんですけど、まあ、他に皆さんの <laughs> はいこういうことです、まあ、例で言うとあのー、あ絵ねおやすみエールの絵の, <laughs> テーマです絵のテーマです絵のテーマです食べ物あのー、食べ物だったり動物はやったので、まあ、それ以外のテーマを 募集しまーすとととあとはうん2月の後半にまた言いまーすあのここで怒らないでください <laughs> あの後から振り返られないのであのメールの返信とか Twitter とかでお願いしますそれじゃ金箱は分かりません ミュウの家にある貯金箱の上がないバージョンですホントでしょ目の前にチーズケーキあるあチーズケーキかこうみたいなのテンションで、ね、書いてます萌えの返信かまあその対戦ですよろしくお願いします <laughs> 中坂の貯金箱は豚なのでその池田にもらったの 誕生日にねだからそれをね <laughs> 使ってますはい時々 <laughs> 難,難易度高めいいのあるよねめっちゃ私は低いと思ってるんですよ なんかみんなが「高い高い」って言うけど目には低くしか思えない複数も全然、えー、送ってくださいこんばんハゲちゃんのお友達 <laughs> いやメインそこかいハゲちゃんはハゲ,ハゲちゃんそう今日席替えしてハゲちゃんとまた前後になったんですよ <laughs> 長屋しかやこの前劇場に行った時見どかったんですかおうおうおう気になる気になる アメブロあそうアメ風呂の質問的みたいなのもやってみたいしたくあんは難しかったなおお難易度低いそんなことないよーあれってメンバー選べないんですなんか3本買ったら選べるみたいなこと言ってませんでしたっけハッピーセットかよそう こんな卒業間近でるそれなら長嶋もしたくないってめっちゃ猛抗議したんですよしたくないしたくないみたい <laughs> もうしました <laughs> メンバーは選べないんだ <laughs> すいませんでしたデマです <laughs> もう私後ろから2番目の席でもう超いい席だったの上席だったのになんか「じゃ今日はちょっと6時間目だったんですけど6時間目暇だから席替えしちゃう?」とか言われたから「したくないしたくない」って言ったんですけどしましたそしたら前から3番目になってしまってしかも <laughs> はい悲しい。 <laughs> なんかその後は親になんか手紙を書かなきゃいけなくて <laughs> それは他人演でしたま <laughs> まだ授業ババリバリありますよなんか音楽をなんかさ全クラスで歌おうみたいな会があるんですけどしかもなんかあと音楽の時間1時間しかないのに今日,今日とあ次。 なんですけどなんか今日新しい曲を覚えましょうってなったんですけどいや私たちはアイドルかなんかですか <laughs> 2日二日で2日っていうか2時間で曲覚えられませんよなんで毎回三3番目が人気なのその席はあの柱があるんですよ一番窓側の席なんですけど柱にこうやってやれるんですよしかも先生からの視界が一番免れるので寝るのにもちょうどいいみたいなもう超絶人気席でした が良かったって言ってる人がいたのでこうやってやっといきました52分ありがとうございますモタは音楽のテスト一番得意らしい音楽はねむずいですよなんかモルダブみたいな桁違いにむずいですねだってさロマン派のナイチェラカンチャロマン派は多分もしかしたらあれあの美術かもしれんけどなんかあるじゃないですかこ古代 現代みたいな。知らねえみたいな。それなギフトを読みます。いきます。ビキニブタさん、イチゴふせまさん、可愛いハートシャンシャンさん、たらのブタララのブライフ、たらのブタラのブライフ、たらのブタラのブライフ、たらのブタラのブタラのブッ。えー、グッドゲーム、たらのブライフ、たらのうんぷ、ライフ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 。 クッキー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 ライフライフライフクッキーイチゴギリでもいいよギリでもいいよイチゴクッキー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 クロミちゃんさんかわいいかわいいかわいいブドウプチプチさんハートシューシャンさんえーい天使間違えたクマ天使クマ天使ブルドッグさんタコさんとハートアジサニンアさんハートクッキー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 タララのトタラのオンプカワイカいイカワ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 イサーフィンさんかわいいクロブタさんレインボーサーフィンさんハート

はい入らせていきましょうみんなもセーブ一緒に楽しすぎた玄爆 <laughs> 解体新書でも読んでろ <laughs> それでは2十回から読んでいきたいと思いますいきます。 きますーすせのシナモンさん天使さんバッサさんブルドックさんクーマさんクロブタさんクロミーチャンさんありがとうございます <laughs> 初めて聞いた本当歴史に載ってます <laughs> 私は流行らせたいこの言葉を今日も皆さん最新は楽しすぎた原爆でしたか イエーイ、解体新書読んでるかイエーイ十三 <laughs> 位、ん <laughs> さんあ,ありがとうございますブブー12いん <laughs> さんあ,ありがとうございますサーフィーン十一、いん <laughs> さんあ,ありがとうございますおてん十位、い <laughs> さんあ,ありがとうございますわかめ9いんふふんさんあ,ありがとうございますカキーン 8位、ふんふん、さあありがとうございます、むつむらぶ。7位、ふふふさあありがとうございます、ガラさん。6位、ふんふさあありがとうございます、ととい5位、ふんふさあありがとうございます、きい。4位、ふふふん、ありがとうございます、あさいにゃんにゃん。3位、ふふふさあありがとうございます、ぶどうぷちぷち。 <laughs> さあありがとうございますシャンシャンそして今日の1位はドゥドクドゥドゥドクドゥドクドゥドクドゥンド <laughs> ンふんさんですにぎにぎはいお持ちということで皆さん今日も配信を見てくださってありがとうございましたはいということで明日17日には明日17日に にえー、チーム S の、えー、ユニットの公演があるのでもしよかったら皆さん見ていただけると嬉しいですよろしくお願いしますなので明日は朝配信になりますえー、ちょっと早起き無理なんですけど頑張るので皆さんぜひ見てください毎日中ちゃんと7位の争いしてえっそれな 中坂もうなんか8時間7位8位かないみたいになってるんですよ明日のユニット楽しみすぎた原爆イエーイ今日みゆちゃんが実は美形だった気がついた何時7時くらいうーんそうでねそうですねそうだね急に多分そうですね多分7時とかです はい何か私すごい思うことがあるんですけど私ショールームをやってるのが多分小6の頃とかなんですけど初めてショールームやってた時とかマジタメとか喋られなくてなんか結構クッソ猫かぶってたんですよクッソとか言っちゃったパカパカクソとか言ってたんですけどクソとか言ってません超ゃ猫かぶってたんですよなんかこんばんはみたいな、まあ、昔の配信を見ていただければわかりますなななのにんんか今ではもうちゃんとウェイみたいな マジうちらファミリーみたいなノリであのショール,ルームができてるっていうことが素晴らしく楽しくて嬉しいことですねありがとうございます特会はねタメじゃないと思います多分敬語今はもうお笑い芸人あいこらということで今日も大富豪やりますので皆さんと当たれることを楽しみすぎた原爆にしていきましょうそれではまた明日の配信で、ね、お会いしましょう ということで1960人の皆さん配信を見てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方星シアギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォロー Twitter と Instagram のフォローアメブロとティーンズユニットの投票よろしくお願いしますコロナ対策もしっかりしてねそれではまた明日の配信でお会いしましょう今日は大富豪はあ今日は大富豪はやります 明日はお休みということで終わります。せーの、ベイちゃん。<laughs> あじゃんけんポンチ、バイバーイ。